カーリングを連想させる響きを持つスポーツ、カーリンコン。カーリングで氷の上を滑らすストーンの代わりに、カーリンコンは合成樹脂のディスクを床に投げて得点を競います。今日は楽しみながら健康を保つカーリンコンをご紹介します。カーリンコンは運動不足になりがちな高齢者の間で注目を集めている室内競技です。用意するものはディスクと的だけで、ルールも簡単です。原則3人ずつの2チームに分かれて、円形のディスクを交互に投げ合い、どちらが的に近いかを競います。場所を選ばず、室内であればどこでもプレーできることが人気の理由になっているんです。北海道カーリンコン協会会長の笠井さんにお話を伺いました。カーリングはストーンですけど、これはいわばディスクですね。その違いと、やはり簡単に投げれるっていうですね、それが一つの魅力かな。それとカーリングと同じなのは、最後の一投までわからないという、最後の一投でどんでん返しがあるというですね、それが大きな一つの魅力かもしれません。カーリンコン歴8ヶ月の柴野さんです。 Facebook の友達と通してカーリンコン知って、ちょっと運動不足もあって始めました。家で笑顔とかなかったんですけど、みんなで拍手したり、あ、残念だねとか、そういう行動、家にいる時と違うなって感じてます。あ、自分が変わったかなと、すごく楽しいです。北海道カーリンコン協会では、主に70代から80代の健康を維持しようというたくさんの方がプレーしています。大体もう子どもから大人、まして高齢者、障害を持っている方でもですね、非常に簡単にできる。いつも初めての方には、笑いがもう健康の源ですよということで、ポイントも動くし、あとディスクがひっくり返って相手の色に変わるんですね。やってて非常に大きな笑いが出てくる、気軽にできるスポーツということでお話ししてます。駆け引きも必要になる奥深い競技です。カーリンコンは誰でも和気あいあいと楽しめる気軽なスポーツでした。